はい、いつもご視聴ありがとうございます。しんどうです。今日はですね、まあちょっととんでもないものを見せようと、とんでもないものを見せようというのは、いろんなお話を以前からこうちょこちょこ耳に挟む機会があってですね、それでですね、4年ほどどうしようかどうしようかと思ってたんですけれども、皆さんについにご披露する時がやってまいりましたので、最後までご覧ください。ほとんどの方が次のないクロコベルトのベルトっていうのをご覧になられたことがないと思います。僕も過去、15年前に1回だけ見たことがあって、まあ、そのベルトの仕上げは本当に素晴らしいものだったんですけれども、全く継ぎ目のないベルトで商品化はそれはしなかったっていう、あるイタリアのブランドが作ってたサンプルでお蔵入りしてしまったというブランドのベルトがあったんですけれども、継いでないベルトが欲しいという人がたまにいらっしゃるのであれば、僕もずっとこれはその15年前からやりたかったので、じゃあちょっと作りましょうかというところでですね、ヘッドトゥーテイルということで、頭から尻尾まで1本で切ったクロコダイルのベルトを作りました。ここにですね、あるのがですね、ついに作ったテスタコーダ、これイタリア語で頭から尻尾までっていう意味なんですけれども、頭の先からこうお腹を通り過ぎて尻尾まで1回も継ぎ目のないベルトというのをここで作りました。このベルトはクロコダイルの頭から尻尾まで1本切り抜いたものなので、非常に効率が悪いというか取りにくいです。場合によっては1本、2本、革のサイズによって4本ぐらいまで取れるものもありますけれども、非常に効率が悪い取り方になります。故にどうしてもこれは通常のベルトと比較にならないぐらい高価になってしまう。でもですね、やっぱりこの1本ものベルトの持つ美しさとか迫力みたいなのがあるので、まあ本当に唯一無二というか、多分日本でこんなことをやってるところはほとんどないだろうというような、頭から尻尾まで1本で切ったベルトでございます。で、縫製仕様もですね、こう最もしなやかでこうむちゃくちゃ高い素材なんで、これ日本で通常のレギュラーでやるとこんな値段で収まらない、私も使うの躊躇してた、ヌバック素材、これはもう超有名ブランドで使ってるやつと一緒です。ですから帯のしなやかさが通常私どもの、オンラインストアで販売しているベルトと比較してもちょっと段違いにしなやか。私どもで使ってるベルトを長い間使った後のしなやかさが新品の時からあるっていうね、そういうですね、すごくバランスのいい美しいヌバックを使っております。それをですね、ここの裏の部分、この部分を見ていただいたら、こういかに丁寧につけてるか分かるんですけれども、このサール革、このベルトループですね、ベルトループの1本目2本目をつなぐですね、この革も、二重の無双のクロコダイルになっていたり、折り返した部分から生えるような仕様になっていたり、ステッチの入れ方も最も手のかかるようなステッチの入れ方にしたり、とにかくこれ手のかかることをしたということはですね、できるだけせっかくの素晴らしい革の裁断を生かすために最も丁寧な仕立て方の一つじゃないかなというふうに僕が昔から思っている仕立て方を採用しました。このベルトですね、素材は HCP っていうエルメスクイールプレシューっていうですね、エルメスの子会社の、革ブランドというか名飯屋さんがあるんです。そこのクロコダイルを使わせていただいて、その裏に最高のヌバックを配して、で、サルカワの付け方だったり、細かい縫製の仕立て方だったりっていうのも現在考えられる最高の仕立てと最高の職人さんを使ってやらせていただいたという、そういうベルトだというふうに僕は思ってます。これより手をこまそうと思うと、この周りのステッチを手縫いにするっていう方法はあると思いますけれども、それはもう本当に一本一本作られてる職人さんしか無理なことなので、私どもでこうできるもう限界に挑戦するということで作ったのがこのベルトです。でさらにですね、この尾状の部分、この尾状に関してはイタリアでもいろいろ作れるところをうんぬん探してみたんですけれども、現状私どもが東京でお付き合いしているベルトの工場、ベルトの尾状を作ってる工場さんで作るのが一番僕は綺麗な尾状ができるかなということで、真鍮無垢の削り出しの尾状を使いました。
この尾状は、少しこう長さが短くて締めた時にすごくエレガントな印象になるようにしてます。せっかくの綺麗なベルトなので、できるだけこうエレガントでお客様の装いを邪魔しない、でもちゃんとした主張があるということで、少しこう先の尖った五角形、変形の五角形のようなものに、ちょっとシェイプを加えたり、サテン仕上げとポリッシュ仕上げをミックスしたようなこう綺麗な仕上げにしたりということで、最新の注意を払った尾状を日本からイタリアに持ち込んで、イタリア最高の工房でこの仕立てたベルトを作っていただくというこういうプロジェクトです。ちなみにですね、こちらのベルトですね、30万円、税込みで33万円かといっても、ここまでの仕立てをしたイタリア製の最高のクロコダイル、最高の素材、最高の仕立てを作ったベルトっていうのはほぼ存在しないというふうに僕も自負しているベルトなので、いいベルトが、本当にいいベルト、究極のベルトが一回締めてみたいという方はですね、オーダー制になりますけれども、ぜひオンラインストア、もしくは私ども広尾のショールームイベントの際にお声掛けいただければと思います。まあ見れば見るほど恐ろしいベルトができましたので、一度目にしたい方、手に触れたい方は私どものショールームに遊びに来ていただいてはいかがでしょうかと思っております。皆さんご視聴ありがとうございました。マスタープランの方から、お知らせがあります。皆さんのアカウントと LINE 公式のアカウントをぜひ連携させてください。お誕生日月に使えるディスカウントクーポンをお配りしております。ぜひよろしくお願いします。